どうも、ほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。以前にも、お伝えしたことがありましたが、今回もキャラクターの顔についてお伝えしたいと思います。私自身もあまり絵が得意ではなく、初め描いてた時は怖いと言われてましたけど、まああるポイントを押さえることで結構可愛く描けますので、ぜひよろしければ挑戦してみてください。まずキャラクターの目と口のパーツについてですが、これを二等辺三角形の形で描くことが大切です。できるだけ横幅に広い二等辺三角形で描かれることをおすすめします。また全体のパーツを中央に描くのではなく、できるだけ下の方に、下部の方に集めて描く方が可愛く感じるかと思います。また目と鼻の距離ですが、これもできるだけそばにいる方が可愛く感じます。ここが開いてますと、何かこうパーツが外れたような感じのキャラクターになりますので、鼻と目の位置はできるだけ近くをおすすめいたします。このポイントを押さえることで可愛く描くことができるかと思います。今回の被り物のキャラクターですが、特にクマさんに関してはこの描き方でそのまま描いています。中央の男の子に限ってはあえてこれは真ん中にパーツを集めて描いています。そして何でしょう、人間の顔を描くときは横長で下の方に描いてしまいますと若干違和感がありますので、できるだけ離して中央に描いてあげると可愛く感じるかなと思います。ぜひキャラクター画にも挑戦してみてください。やっぱりオーダーでこういう可愛いものが出てきた方が話題にもなりますし、写真といいますかインスタ映えにもなりやすいですので、できればハートやリーフやそういった難しいアートだけではなく、こういったキャラクター画の方も挑戦していってみてください。何か不明点等ございましたら、リンクの方から LINE サポートの方からお受けしておりますのでお願いいたします。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。本当にパーツの位置を変えるだけで可愛く描けますので、よろしければぜひ挑戦してみてください。右上のリンクから当サイトにてまとめておりますので、よろしければご覧くださいませ。お待ちしております。たくさんの方々に LINE サポートの方をご登録いただきまして本当にありがとうございます。少し返信が遅くなるくらい数がありますので、若干返信に時間がかかりますが、できるだけ早く返信をさせていただきますので、よろしければご登録の方をお願いいたします。
やはりラテアートに関する悩みなどはもう分かっている人に聞いてしまう方が早いです。あえて自分で探して回る、研究される方はいいかもしれませんが、もう何でしょう、早くやりたいという方はぜひ聞いてしまった方が早いと思いますので、よろしければお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。